2010年から2011年にかけて、山形県と東京都である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、強い執着心と独占欲を持ち合わせており、最悪の結果を招いてしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる浅山克実は山口県で出生します。浅山には両親のほか兄や姉がいたそうです。そうして5人家族だったわけですが、両親の仲はあまり良くありませんでした。というのも父親は酒が好きな男だったらしく、母親に対して手を挙げることもあったそうなのです。このように父親が豹変するのを見ていた浅山は、幼い時から母親のことをいつもかばっていたと言います。ただ、小さな浅山が父親に勝つことはできませんでした。そんな中でも、時は流れていき、浅山が中学に上がった頃に転機が訪れました。どうやら、いつものように暴れていた父親を浅山が羽交い締めにしたというのです。ここから、浅山と父親の力関係が逆転したため、それからの父親はおとなしくなったと言います。そして、中学を卒業した浅山は美容師を目指して上京しました。そうして美容師となったわけですが、そんな彼にも恋人ができたそうです。ただ、その相手は男性だったと言います。実は、浅山は同性愛者だったのです。その後、交際相手と共にバーで飲んでいた浅山は、彼氏の前ではおとなしく世話好きな人物として知られていました。しかし、気に入らない相手を見つけると、とことん攻撃するという習性も持ち合わせていたのです。そのため、浅山のことを毛嫌いする人もいました。そんな中、一つの犯罪に手を染めてしまいます。当時、彼は名古屋に移り住んでいたのですが、あるお店でヘッドホンステレオを盗んでしまいました。その行為を目撃した店員は、浅山のことを追いかけます。しかし、ここで浅山は追いかけてきた店員に対して手を挙げて反抗したというのです。そのため、逮捕されました。そのように素行の悪い浅山は、周囲から釜ヤクザというニックネームも付けられていたそうです。そうして素行が悪くなる浅山にも同棲していた相手がいました。しかし、ある時、同棲していた男性は浅山の元から逃げ出してしまいます。浅山はその相手との間に犬を飼っていたそうで、次のように考えたのです。犬の世話をする人がいなくなった。このような思考を持った浅山は、犬の世話をしてくれる人間を探し、一人の女性に近づきます。その女性はさゆりという人物であり、浅山とは友人関係だったそうです。彼女は頭のいい子として評判が良く、車関係の会社に勤務していました。そしてさゆりは犬が好きな女性だったのです。そんな彼女に対して浅山は結婚の話を持ちかけました。もちろん浅山の恋愛対象は男性であり、さゆりとの間に愛情はありません。しかし、浅山にとって、さゆりは犬の世話をさせるのに好都合な人間だったため、結婚して一緒に住むことで彼女を自分の支配下に置こうと思っていました。友人だったさゆりは結婚という申し出に対してさすがに難色を示します。しかし、そんな彼女に浅山は次の脅しを仕掛けてきたのです。結婚を断ったら犬を手にかける。このように無茶苦茶な発言をしてきた浅山の結婚をさゆりは断ることができず、籍を入れてしまいます。彼女にとってその犬は自分の命に代えても大事な犬だったそうです。また当時はさゆりの父親が癌で闘病しており、花嫁姿を見せて安心させたいという思いもあったのです。そうして戸籍上夫婦になった浅山とさゆりは、かつてさゆりが祖母と一緒に住んでいた2階建ての民家で生活をするようになりました。しかしさゆりにとってその結婚生活はひどいものになっていくのです。驚くべきことに、浅山はさゆりに対し DV を繰り返していたそうなのです。それだけでなく、さゆりが働いて稼いできたお金で生活をしており、浅山本人は働かなくなっていきました。また浅山は様々な男性と関係を結んでいたため、さゆりは金づるのような存在だったのです。そんな生活が続いたある日、当時44歳の浅山は名古屋市内のスーパー銭湯に出向きました。その銭湯には浅山と同じゲイの男性が数人いたそうです。その中の一人の男性に目をつけた浅山は声をかけました。この男性が後に被害者となる A さんだったのです。彼は飲食関係の仕事をしていたそうなのですが、職場では自分がゲイであることを隠して生活をしていました。
朝山の本性を知らない A さんは彼に惹かれていき、やがて交際をするようになったそうです。しかし朝山はとんでもない独占欲の持ち主でした。というのも A さんに凄まじい数のメールを送信しており、きちんと返信をしないだけで切れていたというのです。また交際開始から4ヶ月が経った12月、ついに朝山が A さんに手を出してきます。ちょうどその日はクリスマスだったのですが、朝山が次のように言い出して不機嫌になりました。こんな何もないクリスマスは初めてだ。このようにつぶやいた朝山はリモコンと着火マンを手に取り、 A さんの頭めがけて振り下ろしてきたのです。こうして本性があらわになった朝山に A さんの気持ちは冷めていきます。そして二人は喧嘩をするようになり、朝山がどんどん情緒不安定になっていきました。何でも朝山は A さんに対し、この家から出て行けと言って怒ったと思いきや、なぜ出て行くんだとあべこべの言葉を発していたそうなのです。そんな朝山に A さんは愛想を尽かし、別れる決意を固めます。しかし朝山は恐ろしい言葉を言い放ってきたのです。お前の親にも周りの人間にもお前がゲイであることをバラすぞ。この言葉を聞いた A さんは、職場に自分がゲイであることを隠していたため、どうすることもできなくなってしまいました。そこで A さんは朝山と離れたいという思いから別の男性と浮気をしてしまいます。しかしそのことが朝山にバレてしまい、そこから朝山はさらに A さんに粘着するようになるのです。めんどくさいことに A さんが仕事を終えて帰宅すると、朝山は深夜から次の日の朝9時までどうしてもお前と別れたくないなどと繰り返しせがむようになってきたというのです。それだけでなく、朝山は次の口癖を繰り返し A さんにつぶやいてきます。お前みたいな庶民の言ってることはわからん。自分は完璧な人間だ。神に近い存在だ。こうして A さんは夜な夜な朝山の話を聞く羽目になりました。さらに朝山は A さんが逃亡してしまうのではないかと危惧し、彼の職場まで迎えに来るようになったのです。そんな生活が続いた結果、 A さんもついに限界を迎え、実家の山形に帰る決意を固めました。そして A さんは知人に対して次の言葉を言い残します。朝山に山形の実家の住所を知られた。何をされるかわからない。こうして A さんは山形の実家に帰ったのですが、その直後から朝山のストーカーが始まります。不気味なことに A さんに電話やメールを大量に送りつけるばかりか、 A さんの実家がある山形まで押しかけてきたのです。そこで A さんや彼の両親と押し問答になったりしていました。しかし朝山は A さんに粘着をしていた一方で、別の男性とも交際を始めていたのです。なんと朝山は次の被害者となる男性 B さんとも出会っており、さゆりと住んでいた自宅に B さんのことを住まわせていたというのです。しかしほどなくして B さんは朝山から折檻を受けるようになります。この行為に関しては妻であるさゆりも加担していました。そんな生活に耐えられなくなった B さんは逃亡を図り、カプセルホテルなどで時間を過ごすようになります。その一方、山形に帰っていた A さんのことを忘れていない朝山は、彼を無理やり名古屋まで連れ帰りました。ただ A さんは母親の介助をしなければならないと言って実家に戻っていったのです。その後も朝山は A さんに大量のメールや電話をかけ続けています。そのストーカー行為は B さんにも行っていました。つまり朝山は逃げられた元彼二人に対してストーカーをしていたのです。これらのストーカー行為に関して B さんは警察に相談しており、被害届を出しました。そのため警察は朝山に警告をしています。しかしこの警告に朝山が従うことはなく、とんでもない事件を起こすのです。朝山は山形に帰った A さんを再び連れ戻そうと次の思考に行き着きます。両親の存在が邪魔だ。 A は実家の隣で仕事をしている。その仕事場がなくなれば名古屋に戻ってくる。このような思考に至った朝山は2010年10月2日山形へ向かったのです。その日の夜に A さんの実家に到着し、あろうことか灯油をまいて火をつけてしまいました。その後 A さんの実家からは変わり果てた姿のご両親が発見されています。一旦その場を離れていた朝山は火災後も再び A さんの実家を訪れ、ガラスを割るなどの行為もしていたのです。しかしこの火災が朝山による放火だと特定されることはありませんでした。
こうしてついに A さんの実家を燃やした朝山は、続いて B さんの行方を探すようになります。その際に朝山は区役所で B さん本人を装って住民票の写しを受け取ろうとしていました。その後、B さんの実家を突き止めた朝山は、彼の実家のマンションにまで押しかけるようになります。B さんの実家は東京都にあったのですが、朝山は玄関の外から次のように呼びかけてきました。なあ、話をしようよ。そして B さんの母親に対しては、住む場所や金の面倒を見てきたので、B と会わせろ、などと言いがかりをつけていたそうです。さらに朝山は B さんに対し、山形で火をつけたことがある、などと脅しとも取れるような言葉を話して復縁を迫ってきました。しかし B さんは朝山から逃げ続けたのです。そして B さんの行方がつかめない朝山はまたも恐ろしい事件を起こしてしまいます。山形の事件の翌年である2011年11月24日朝山は妻のさゆりとともに B さんの母親が住む東京都のマンションに向かいました。このマンションは12階建てであり、 B さんの母親の部屋は9階にあったそうです。しかし部屋には鍵がかかっており、簡単に入ることはできません。そこで朝山は部屋に侵入するためとんでもない行動に出たのです。驚くべきことに、隣室の外壁を伝って B さんの母親の部屋のベランダに忍び込んでいったそうなのです。その状況が一体どういったものか詳しくは分かりませんが、9階のマンションとだけあって相当危険な行為だと思われます。そうしたリスクを負ってまで部屋に入っていった朝山は、 B さんの母親が帰宅するのを妻のさゆりと共に待ち構えたのです。その後、何も知らない B さんの母親が帰宅してしまいました。そして朝山たちは B さんの母親を結束バンドで縛って身動きが取れないようにしたのです。ここから8時間ほど部屋に居座って B さんと会わせるよう迫ったり、居場所を教えるように要求しています。その後、朝山は B さんの母親を大きなプラスチック容器に閉じ込めて、とんでもない行動を始めました。恐ろしいことに、その容器の中で炭を燃焼させたというのです。これにより、彼女は一酸化炭素中毒になってしまいました。そして、B さんの母親は、苦しい助けて、と命乞いをしていますが、朝山はその願いを無視し続けたのです。その後、室内に灯油を撒いて火をつけ、部屋を全焼させています。こうして山形の A さんの両親に続いて B さんの母親も朝山の手にかけられてしまったのです。その6日後、 B さんの母親の葬儀が行われました。悲しみに暮れる中、葬式会場に一人の男が現れたのです。なんとその男は朝山だったのです。そして彼は B さんに、なあ話をしようよ、とつきまとい続けました。その一方、警察の捜査で B さん宅周辺の防犯カメラが解析されています。そこには朝山とさゆりがポリタンクを持ち込む姿が映っていたのです。この映像から朝山夫婦が割り出されていき、二人とも逮捕されました。朝山は取り調べで、 B さんのことが忘れられなかった、 B さんと会わせてもらえず恨んでいた、と供述しています。そんな中、調べの中で B さんから有力な情報を得ました。それは朝山が B さんに山形で火をつけたことがあると発言して復縁を迫っていたことです。このことから警察は A さんの実家である山形の火災についても朝山を問い詰めていきました。その結果、山形の事件を起こしたことも認めたのです。詳しい経緯に関しては法廷で明かすと話していた朝山ですが、豚箱で一つの騒動を巻き起こしました。というのも、シーツを首に巻きつけて自ら命を絶とうと試みていたのです。結局それは失敗しています。その後の裁判でさゆりには懲役18年が言い渡され、控訴せずに刑が確定しました。その一方で朝山は初公判で、山形の事件については命を奪うつもりはなかったと主張したのです。検察側は A さんの両親が介護が必要な状態であり、すでに就寝していたことを認識した上で放火していると主張し、極刑を求刑しました。これに対して弁護側は、動機は恋愛感情を満たすためで悪質性は低い、被害者が亡くなったのは想定外だったなどと主張しています。朝山は公判の中で、悪いことをしたので極刑でも構わないと述べました。その後の判決公判で裁判長は、社会に与えた衝撃も大きいとして朝山に極刑を言い渡したのです。極刑でも構わないと話していた朝山ですが、ちゃっかり控訴しています。
しかし控訴は棄却され、上告するも退けられたため朝山の極刑が確定しました。元交際相手にどこまでも執着した男が起こした本事件。世の中には決して関わってはいけない人間がいることを再認識させられる一件です。被害者のご冥福をお祈りします。2008年から2009年にかけて、神奈川県横浜市と埼玉県深谷市で連続して事件が起きました。二人の男が起こしたのですが、その関係性が異常だったことから世間に衝撃を与えたのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を主導することとなる新井隆太は、人当たりが良く、誰からも慕われている人物でした。新井は高校卒業後、内装工として母親の営む会社で働いていたそうです。また、新井には妻との間に二人の子供もいました。しかし、彼には愛人がいたそうで、愛人の暮らすアパートの家賃や生活費は、すべて新井が面倒を見ていたと言います。ただ、それらの愛人に費やす金を毎月支払えるわけもなく、多額の滞納金がありました。その一方、もう一人の加害者となる高橋貴博は、新井とはいとこという関係性でした。何でも新井の母親と高橋の母親は姉妹だったそうなのです。そして高橋には年の離れた弟がいたのですが、両親は高橋よりも弟を可愛がっていました。その影響もあったのか、高橋は中学生の頃から素行が悪くなっていきます。そんな高橋を見た両親から次の言葉を言われたそうです。お前は生まれてくるはずじゃなかった子だ。そうして両親との関係は悪化していき、高校を卒業すると実家を飛び出してしまいます。そこで高橋は新井の元に身を寄せることになり、新井の母親が営む会社に住み込みで働くようになりました。新井は高橋にとって4歳年上だったのですが、親分肌で友達も多く、この人は何でもできるすごい人だと憧れを感じていきます。また幼少期から両親に愛情を感じることなく成長した高橋にとって、初めてできた家族のようにも感じていました。そのように新井のことを慕っていた高橋ですが、2002年に傷害事件を起こして逮捕され、懲役4年の実刑判決を受けてしまいます。その後出所した高橋に対し、新井だけは変わらずに接してくれ、俺にはもうこの人しかいない、この人にずっとついていこうと決意するのです。高橋は新井のことを兄貴と呼んで慕っており、かなり心酔していました。その証拠に高橋は自分の腕に新井の名前を入れ墨で入れていたというのです。しかし、いとこ同士の二人はとんでもないことをしでかしていました。なんと、金になるなら犯罪になることでもやっていたそうなのです。具体的には、お金が必要な人を見つけ、わざと交通事故を起こさせることで保険金を騙し取り、その金を分け合ったりしていました。そして新井と高橋の関係性は、新井が悪巧みを考え、高橋はそれを疑うことなく実行する役割だったそうです。新井はこの二人の関係性をマジンガー Z というアニメに例え、俺が頭で、お前が体だ、などと発言していました。そんな中、2006年11月8日頃に高橋は一人の女性と知り合います。どうやら高橋は出会い系サイトを利用していたそうなのですが、そこで40代の女性 A 子さんと仲良くなったというのです。ただ A 子さんには夫と子供もいたのですが、なんと彼女は高橋に体操惚れ込んでしまったらしく、驚愕の行動に出ます。驚くべきことに夫に無断で離婚し、高橋の元にやってきたというのです。しかし高橋は A 子さんにとんでもないお願いを申し出るのです。そのお願いというのが、 A 子さんと養子縁組をしたいというものだったのです。A 子さんは高橋の頼みならと、これを承諾し、戸籍上は A 子さんが高橋の義母ということになりました。しかし高橋が養子縁組をしたのには恐ろしい理由があったのです。実は高橋には多額の借金があり、新たに借金をするのが難しい状況だったため、 A 子さんと養子縁組をすることで新たに借金ができる状況を作り上げたというわけです。当時は金融会社の審査が緩かったため、名字が変わることで新たにキャッシュカードが作れたり、金を借りることもできたといいます。また A 子さん本人にも借金をさせ、金を巻き上げていきました。そればかりか、 A 子さんに生活保護を受給させて、その金も取り上げており、さらには詐欺までさせていたといいます。つまり高橋にとって A 子さんはただの金づるだったのです。しかし2007年6月、 A 子さんは詐欺の容疑で逮捕されてしまいます。
取り調べで A 子さんは高橋のことは一切口を割らず一人で罪をかぶりました。そして保護観察付きの執行猶予判決を受け、その後は新井の知人宅やビジネスホテルなどを転々としています。ただ高橋は A 子さんがいつか自分のことを警察にバラしてしまうのではないかと不安を募らせました。そのため高橋は新井に相談したのです。そこで新井はとんでもない提案をしてきました。なんと A 子に保険金をかけてこの世から消してしまえばいいんじゃないなどと言ってきたというのです。これに対し高橋は恐ろしいと思うどころか、兄貴はそんなことも考えつくのかなどと感心したそうです。そして A 子さんを新井が働く会社で数日間働かせ、3600万円の保険に加入させました。さらにそれだけでなく、2007年10月8日、ありもしない内容が書かれた架空の念書と借用書を用意して、A 子さんにサインさせています。そこには、新井の母親が経営している会社から、A 子さんが金を借りたという内容や、高橋から金を借りたことが書かれていました。これらの書類にサインさせた理由は、A 子さんを逃がさないようにするためと、保険金が万が一 A 子さんの子供に渡った時、借用書を見せて回収できるようにするためだったといいます。そしてこの架空の借金を返済させる名目で、男性相手に客を取り、A 子さんに働かせたのです。ただ、そのうちに A 子さんは自分の置かれている状況をある人物に相談しました。その人物というのが、新井の母親だったのです。驚いた母親は息子である新井に問い詰めますが、新井はそれを否定し適当にやり過ごします。ただ新井は母親から問い詰められたことに立腹し、ついに A 子さんを手にかけようと決意するのです。そして新井は高橋に計画を持ちかけました。すると高橋は躊躇なくそれを了承しています。二つ返事で了承したのは、生活費に困っていたのもありますが、断れば新井に捨てられるかもしれないという思いもあったからです。それに加え欲しい車もありました。そして事件当日の2008年3月13日、現場となったのは神奈川県横浜市にある新井の母親が営む会社の事務所です。新井と高橋は事前に計画していた通り、睡眠薬15錠を細かく刻み、栄養ドリンクに混ぜていきます。栄養ドリンクは2本用意しており、練習用と本番用だったそうです。高橋は A 子さんに練習用のドリンクを飲ませて効果を確かめ、その後本番用のドリンクも飲ませています。そして彼女を風呂の浴槽に沈め、操作を撹乱するため、風呂の追い抱き機能を作動させたのです。そして午前11時過ぎ、第一発見者となったのは、新井の母親でした。その後警察が事情を聞きにやってきますが、新井は A 子さんについて、躁鬱的なところがあった、酒に溺れていた、などと説明しており、この話を信じた警察は、A 子さんを事故として処理してしまい、事件性はないと判断され、司法解剖は行われなかったのです。保険会社は本当に事故だったのか疑っており、警察に問い合わせをしていますが、結論は変わらず、保険金3600万円が全額支払われてしまったのです。その後、新井は高橋に分け前がいくら必要なのか尋ねています。その際、高橋は借金の返済と生活費などで600万円必要ですと答えたのですが、新井は高橋が欲しがっていた車の購入代金の200万円を上乗せし、その場で800万円を手渡ししました。とはいえ、残りの2800万円は新井が手にしており、滞納していた自宅の家賃、車の購入費、愛人宅の家電製品の購入費、旅行代金などに使って散財しています。さらにそこから4ヶ月ほど経った2008年11月4日、新井と高橋はさらに詐欺事件を起こします。今度は埼玉県富士見野市のショッピングセンターの駐車場で停車中の車にわざと衝突したのです。そして保険会社に修理費として約87万円を振り込ませ、騙し取っていました。この一件もすぐに発覚することなく、時だけが流れていきます。そして2009年4月27日、次の事件のきっかけとなる出来事が起きました。それは、新井の叔父の隣家で火災が発生したことに始まります。隣家が燃えたことにより、叔父の自宅の一部も焼けてしまったのですが、その改修工事を請け負ったのが新井だったのです。叔父の口座にはすでに火災共済金946万円が振り込まれていたのですが、それとは別に火災保険金825万円を請求することになりました。この請求の手続きなどを新井が手伝い、その手際の良さに叔父は感心してしまいます。そして新井は叔父に葬儀屋をやらないかと提案しました。
新井のことを信じてしまった叔父は葬儀屋をやるための口座を開設し、その口座に500万円を振り込んでしまいます。さらに通帳や印鑑を新井に預けたのです。しかし叔父は自分の姉から葬儀屋をやることを反対されてしまいます。そのため叔父は考えを改めて新井に預けた通帳と印鑑を返してもらうよう求めたのです。ただ新井は返還に応じません。仕方なく叔父は口座を停止させに行ったのですが、そこでとんでもない事実を知るのです。驚くべき事実として、500万円あったお金が残高2万円しか残っていなかったそうなのです。当然叔父は激怒し、新井に対して金を返せ、通帳も印鑑もすぐに返せ、返さないと裁判を起こすと騒ぎ始めます。これに逆切れした新井は高橋と落ち合いました。そして新井は、叔父が金を返せと言ってきている、自分の子供の悪口も言ってきた、マジで許せねえ、やっちゃってくんねえかと高橋に話してきたのです。高橋はすでに栄光を手にかけているし、前に行くのも地獄、後ろに行くのも地獄だ、兄貴が儲かれば自分も儲かるなどと考え、またも二つ返事でこれを了承しました。そして新井は高橋に叔父の家の合鍵を渡し、即日結婚することになったのです。2009年8月6日、この日の午後11時ごろ、高橋は埼玉県深谷市にある叔父の家に訪れました。ただ高橋の予想に反して叔父がまだ起きていたのです。そこで高橋はとりあえず叔父の家に入り、お酒を飲んで叔父と話をすることになったのです。そして午前1時、高橋は新井に対しメールを送信します。起きて潜んでました、多分割れます、バラシはもみ合いで良いですか。その後の午前5時24分、叔父が眠りについたようで、再び新井にメールを送りました。ガタガタして夜中起きて待ってました。今やっと寝ましたが声聞かれてます。今やりますか。これは、叔父が寝ました。近所の人に声を聞かれていますが、今やりますかという意味です。このメールに対し新井は、状況判断は任す。今が面倒なしと思う。と返信します。そして高橋は軍手をはめ、刃物を取り出し、叔父に襲いかかったのです。その後の午前5時55分、高橋は終わりましたが、まわらが起きていて、どうすればよいですか、と新井に指示を仰いだ後、戸締まりを確認し、逃走しました。高橋は新井と合流しますが、その時新井は、ご苦労さん、とだけ告げたそうです。その2日後、洗濯物が干されたままになっているのを不審に思った叔父の知り合いが通報し、駆けつけた警官によって変わり果てた叔父が発見されました。警察は捜査の中で、新井と叔父が金銭トラブルを抱えていたことを突き止めるのですが、2010年6月、新井と高橋を別件逮捕しています。それは2008年11月、交通事故を起こして保険会社から金を騙し取っていた件についてであり、交流中に高橋への取り調べを進めました。そして高橋は叔父を手にかけたと自供したのですが、新井は思いもよらぬ発言をしていたのです。信じられないことに、叔父の事件については全て高橋が一人でやったことだと主張したというのです。その主張を刑事から聞かされた高橋は、新井に裏切られたと感じ、新井に指示されていたことを自白しました。そして2週間後、英子さんの件についても打ち明けたのです。英子さんの事件は事故として処理されていたため、高橋の自供がなければ完全犯罪として闇に葬られていました。高橋は、極刑は怖いが遺族の立場になって考えると話さないといけないと思った、新井の指示があってやったことではあるが、自分も欲があってやったことなので十分重い責任があり、二人の責任に違いはない、新井に対する恨みとかの気持ちはないと述べています。その後、警察は英子さんの事件について司法解剖を行わずに事故として処理したことを謝罪しました。そして2011年7月20日、高橋は無期懲役判決を受け、控訴はせず、判決が確定し、宮城刑務所で服役しています。一方、新井は裁判の最終意見陳述で、9枚にわたる便箋を持参し、次のように述べました。A 子さんが高橋から自立する手助けをした。叔父については、一番仲のいい叔父だった。事実と違う過去を押し付けられ、私は犯人に仕立て上げられた。どうか適切な判断をしてください。新井の弁護人も、本件は高橋の単独犯行であり、新井は何もしていない、二人の間に服従関係はなかったと述べています。しかし判決公判で裁判長は、高橋と交わしたメールと照らしても供述は不自然、不合理で信用できない、主導的立場で高橋を意のままに動かし、保険金の7割を超える2800万円を受け取っている、
利欲的でおぞましい動機に酌量の余地はないとし、極刑判決を言い渡しました。新井側は控訴、上告するもすべて棄却され、2015年12月4日、極刑が確定しています。その後、新井は記者との手紙のやり取りで無実を訴え続けているそうです。被害者のご冥福をお祈りします。2012年、埼玉県で不可解な事件が起きました。というのも、犯人は捕まったのですが、黒幕の存在が疑われているのです。一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる渡辺剛は、20代の時から飲食関係の仕事を転々としていました。そのうち、水産加工物の販売会社で働くようになります。その会社で実績を積んでいき、やがて社長に就任したそうです。業績は順調に伸びていき、海外にも進出しています。そして渡辺は周囲の人間に対し、事業を拡大していきたいと将来のビジョンを語っていました。そんな彼を社員たちは、海外の企業を相手に一歩も引かないやり手の実業家のような印象を持っていたそうです。それとともに渡辺の性格を瞬間湯沸かし器のようにすぐに激高する人間だなと思っていました。この時渡辺は高級会社を乗り回し、自分の年収は3億円以上と豪語していたといいます。しかし、そんな日々は長く続きません。というのも、ある時を境に会社の資金繰りが急速に悪化していき、業績が下降していったそうなのです。そうして渡辺の会社は休眠状態となったのですが、そんな中、2011年の春頃に一人の男性と出会います。何でも渡辺が入ったお寿司屋さんで、その男性とたまたま席が隣になり意気投合したというのです。それからは飲み友達として飲食をしたり、一緒にゴルフにも出かけるようになります。この男性が後に被害者となる S さんでした。彼は既婚者で、妻とスイスに住んでいたそうです。また東京都内や海外に複数のマンションを保有している資産家でもあったといいます。そして S さんの仕事はファンドマネージャーであり、年収は5億円とも言われていました。ファンドマネージャーは簡単に言うと、お金を上手に使って利益を出す人のことを指します。経済や株式市場などの情報を集めていき、計画を立てて投資をしたりすることでお金を増やしていくわけです。ただ会社員時代は真面目に仕事をしていたものの、独立してからは危ない橋を渡っていたという噂もありました。どうやら元同僚によると、 S さんは最も近寄りたくない人間の一人であり、 S さんの周りにはうさんくさい人間がたくさんいたというのです。そして2008年のリーマンショック以降に、 S さんは投資でかなりの損失を出していたといいます。これにより S さんが抱えていた顧客からは相当なクレームがありました。この顧客たちは S さんのせいで大損したと考えていたと思われます。しかし S さんは次のように言い放っていたそうです。投資の失敗は出資者の自己責任だ。実際のところ、彼がこのような発言を悪びれる様子もなく話していたのかは不明ですが、民事訴訟なども起こされていました。渡辺もまた S さんが進めてきた株を購入しています。しかしその株を購入したことで約180万円の損失を出してしまったのです。これにより渡辺は S さんのことを恨むようになりました。そして2011年の夏頃から渡辺はある場所に身を寄せています。それは沖縄県の宮古島であり、知人の女性宅で暮らしていました。彼は沖縄と東京を行き来しながら釣りばかりする生活をしていたそうです。しかし渡辺は2012年に入り、恐ろしい計画を立てていました。その計画というのが、 S さん夫婦を拉致して脅そうというものだったのです。彼は2012年11月、車を用意したり、おびき出すために、実際には存在しないイベントの計画をしていきました。そして S さんに連絡を取り、イベントに誘いつつ、投資の相談もしたい、などと持ちかけています。こうして、準備を進める中で、不可解な行動を模していました。というのも、埼玉県久喜市の農地を、畑を作るという名目で、130万円から200万円で購入しているのです。そしてさらにその土地に重機を入れて10人ほどの男たちを使い、約2メートルの穴を掘っています。この時わざわざ高い囲いをして周囲から見えないようにしていました。11月の下旬になると、スイスに住んでいる S さん夫婦が日本へ帰国しています。彼らは銀座のマンションに滞在しており、渡辺からイベントに誘われていることを周囲に話していたそうです。そして S さんは渡辺のことをいい顧客になりそうだ、などとも話していたといいます。
事件当日となる2012年12月7日、渡辺は用意していたワゴン車で S さん夫婦を迎えに行きました。そして、これから自分たちがどうなるのか予想だにしていない S さん夫婦は車に乗ってしまいます。車内では渡辺が用意していたシャンパンを振る舞いました。しかし、このシャンパンには睡眠薬が入っていたのです。そうして S さん夫婦は深い眠りへと落ちてしまいます。ここで渡辺はとんでもない行動に出たのです。なんと、二人の首にロープを巻いて力を込めてしまったというのです。これにより、S さん夫婦は帰らぬ人になってしまいました。その後渡辺は S さんの財布とクレジットカードを奪い取っています。さらに渡辺は車を走らせてある場所に向かっています。その場所というのが事前に大きな穴を掘っていた埼玉県久喜市野のお家だったのです。そして穴の中に S さん夫婦を埋めてしまい、現場に車を放置して逃走していきました。次に渡辺は元部下の男 K を使い、東京駅で S さんのクレジットカードを使って新幹線の回数券を約381万円分購入させようとしています。しかし K は身分の確認を求められ断念したようです。このこと不審に思った職員が通報しています。その後 S さん夫婦と連絡が取れないことを懸念に思った親族が警察に捜索願いを提出しました。警察は S さんのクレジットカードが不正に利用されかけていたため、防犯カメラをチェックしたところ、怪しい男が映っており、事件として捜査を開始しています。このことを察知した渡辺は、元部下の男 K と共に沖縄県の宮古島に逃亡したのです。その一方、警察の捜査で渡辺の車が割り出され、車の走行記録などから埼玉県の農地にたどり着きます。そして地面から変わり果てた姿の S さん夫婦が発見されました。このことから重要参考人として渡辺を追跡し、元部下の男 K が逮捕されています。これを知った渡辺は洗剤を飲み自ら命を絶とうと試みました。しかしこれは失敗に終わり、あえなく逮捕となったのです。当初渡辺は自分一人でやったと供述しています。また取り調べの中で過去に S さんが絡んでいた投資案件に参加したことで数億円の損失を出してしまい、会社が傾いたなどという話もしたそうです。とはいえ、この話に関しては事実確認を取ることはできませんでした。その後の裁判で渡辺は S さん夫婦を埋めた容疑とクレジットカードを盗んで回数券を購入しようとした件については認めています。しかしその一方で S さん夫婦の命を奪ったのは自分ではないと言い出したのです。彼は次のように主張しています。現場にいたが二人の首を圧迫などしていない、手にかける意思もなければ金品を取る目的もなかった、自分ではない第三者が夫妻の首にかけたロープを引いている間に亡くなってしまった。しかし渡辺は第三者である実行犯について投資資金を借りていた知人の関係者だというところまでは話したのですが、詳細は明らかにできないとしてそれ以上のことは口をつぐんでしまいます。検察側は渡辺の犯行動機として S さんの勧めで購入した株で約180万円の損失があり恨んでいたと指摘しました。これに対して弁護側は首にロープを巻いたのは脅すつもりであり、実行したのは渡辺ではなく第三者だと主張しています。渡辺は公判の中で極刑を望んでいる、自分の命で償いますと土下座して謝罪したそうです。判決公判で裁判長は、供述は到底信用できない、眠っている夫婦の首にロープをかけるのは一人でも可能であるとし、単独犯と認定され求刑通り極刑を言い渡しました。渡辺は極刑を望んでいると発言していましたが、ちゃっかり控訴しています。しかし控訴は棄却され、上告するも退けられたため渡辺の極刑が確定しました。ちなみに回数券を騙し取ろうと共謀していた刑は懲役2年、執行猶予4年で確定しています。こうして事件は終結したのですが、本件は多くの謎が残ってしまいました。まず最初に、そもそも S さんが渡辺の話を信用し、いい顧客になりそうだ、などと周囲に話していたのが不自然なのです。というのも、S さんは1億円や2億円の資金での投資は断っていたというのです。せめて10億円以上の資金でないと話に乗ることはないと関係者は語っています。そんな S さんが自分の勧めた株で約180万円の損失を出していた渡辺の話を鵜呑みにしたことに違和感があるのです。次に渡辺の動機や計画にも謎が残っています。
裁判の中で検察側が立証できたのは約180万円の損失で S さんを恨んでいたということなのですが、渡辺自身会社の社長をやってきており、当時は沖縄の宮古島と東京を行き来する生活を送っていました。いくら落ち目であるとはいえ、過去には年収3億円と豪語していた男が約180万円の損失を出されたからといって手にかけるほどの恨みになるかと疑問が残るのです。これに関しては過去に S さんが絡んでいた投資案件に参加したことで数億円の損失を出してしまい会社が傾いたという話が真実なのであれば、 S さんを恨んでいたというのも納得ができます。この話は2008年頃のことでした。そのため2011年に寿司屋で偶然 S さんと渡辺が出会ったというのも、本当は最初から彼に近づく目的があったのかもしれません。しかし捜査の中では数億円の損失が出たという裏取りはできなかったようです。そしてもしも渡辺が相当な恨みを抱えており、手にかけると企んでいたとしても、計画自体がずさんすぎます。彼は元部下の男 K を使い、 S さんのクレジットカードで新幹線の回数券を購入させようとしていますが、そんな場所でカードを使えば足がつくのも明らかなのです。また S さん夫婦を埋めた畑には犯行に使った車を放置しており、その中からは被害者の血痕も見つかっています。さらに逃亡先として宮古島を選んでいますが、ここには旅客船もなく空港で警察も張り込みがしやすい環境です。そして逮捕されたのは渡辺と K の2名でしたが、農地の穴を掘った複数の男たちの存在が明らかにされていません。一体彼らは何者だったのでしょうか。最後に S さんは日本に帰国した時に700万円の現金を所持していたそうなのですが、自宅に残されていたのは400万円のみだったといいます。つまり残りの300万円の行方がつかめていないのです。そして裁判で渡辺は第三者の存在をちらつかせているのにもかかわらず、極刑判決を受けた後もその詳細を明らかにしていません。自分の命と引き換えにしても本当のことを話せないのか、それともそもそも第三者の存在などなかったのか、もはや誰にも真実はわからないのです。一組の資産家夫婦が被害に遭った本事件、現在渡辺は東京拘置所で収監中です。被害者のご冥福をお祈りします。2017年茨城県日立市である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、被害者となったのは妻子6人だったのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる小松博文は1984年東京都江戸川区で出生します。小松は小さい頃に両親が亡くなり、その後20歳まで施設で育ったという話がある一方、2018年身長45の雑誌に掲載された小松本人の手記によると、全く違う生い立ちが記されていました。その手記によれば、小松は千葉県八街市で育ち、遅くに授かった一人っ子のため大変甘やかされていたそうです。何でもデパートに行けば欲しいものは買ってもらえたらしく、免許を持っていないのにもかかわらずバイクを購入してもらうこともあったそうなのです。また裕福な家庭ではないものの、欲しいものは買い与えられていたため、お金のありがたみを学ぶことはなく、我慢できない人間に成長していきました。そのような中で高校に進学するも勉強はろくにせず、非行に走り学校を何度も停学処分になった挙句中退しています。その後親のすねをかじりながら車のブローカーやパチンコ屋の桜などを生業としていました。そして後に被害者となる女性とは事件から8年前である2009年5月に出会っています。当時小松が通院していた病院に勤務していたのがこの女性だったようで、小松が落としたスマホを拾ってくれたのがきっかけで仲を深めていきました。この女性は離婚歴があり、前夫との間に長女が誕生していたそうです。そして二人が出会ってから2ヶ月後、小松が女性のアパートに転がり込む形で同棲が始まりました。それから間もなくして長男の妊娠が発覚し、2年後には次男、さらにその2年後には双子である三男と四男が生まれ、ようやく小松と女性は籍を入れたようです。こうして小松家は7人家族となったわけですが、小松は仕事で嫌なことがあると逃げるようにして辞めていたため安定していませんでした。そのため妻が病院の事務職をしながら家庭を支えていたようで、そのうちにスナックでも掛け持ち勤務をするようになります。小松はこれに賛成していませんでしたが、自らが定職についていないため強く言えませんでした。
その一方で周囲からは子煩悩な父親という見られ方もしており、実際妻が焼き餅を焼くほど子供たちは小松に懐いていたそうです。ただ住んでいた団地内を猛スピードで車を飛ばし、通行人を引きそうになったりと迷惑行為もしていたそうで、一部の住民からは嫌われていました。そんな中、妻からいい加減定職についてほしいと言われ、自動車の修理工場に見習いとして就職することができています。しかしその仕事も辞めてしまい、パチンコなどのギャンブルをする生活を送っていました。一方で夜の仕事をこなしていた妻は帰りが遅くなっていき、小松は妻が浮気をしているのではないかと怪しむようになります。そして小松はあらぬ行動に出てしまうのです。なんと妻の携帯を盗み見てしまったというのです。そこで過去の履歴を遡ると、知らない男との怪しいやり取りを発見しました。今日昼に会いに行こうかな、早く蹴りつけてね、待つと決めたから、などというやり取りが残っていたといいます。このやり取りが何なのか、小松は妻に問い詰めました。そして妻は男女の関係はないけど何度か家に行ったことを明かし、相手の男性である A 氏のことを好きだという気持ちについてはあるとはっきり口にしたそうです。話し合いの結果、妻は小松に離婚したいと打ち明けました。結局小松は妻に一つの条件を提示し、離婚に同意します。その条件とは、妻が A 氏と縁を切ることでした。しかしその後スナックに出勤した妻が夜遅くになっても帰ってきません。いても立ってもいられなくなった小松は、妻が勤めるスナックに出向きますが、そこにあるはずの妻の車がないのです。小松は妻と A 氏との LINE のやり取りからおおよそ A 氏の自宅の場所を突き止めており、無我夢中で妻の車を探し回ります。すると自宅から2キロも離れていないアパートの駐車場に妻の車を発見したのです。その瞬間、小松の頭はパニックになり、一部屋ずつ乗り込んでやろうかと考えますが、妻のことも知っている共通の知り合いである以前の職場の上司に電話をかけました。事情を話すと、上司はとにかく今日は家に帰って落ち着けと言ってくれたようで、この時はその通りにしたのです。しばらくすると妻が自宅に帰ってきたため、小松は知らないふりをしてどこに行ってたか妻に尋ねます。すると A 氏の家に行っていたことを隠されたらしく、小松は疑心暗鬼に陥ってしまいました。その後小松は A 氏と直接話し合おうと思ったようです。そしてなんと A 氏のアパートの周辺住民に聞き込みを行い、 A 氏の部屋を突き止めてドアの前で帰りを待つことにしたのです。そこで A 氏と話し合い、結局妻が A 氏と縁を切ることを条件に離婚することで収まりました。しかし翌日になって病院に出勤した妻から小松に一通の LINE が届くのです。 A さんに迷惑をかけるくらいなら離婚しなくていい。これに小松は次のように思いました。昨日はもう A 氏とは会わないといい、俺も離婚に応じたのに何なんだ、直接話すしかない。そして小松は妻の昼休みの時間に勤務先の病院に出向くのですが、妻の車はありません。小松はまさかと思い A 氏のアパートに行ったのですが、そこには妻の車がありました。妻は車の中で今下の駐車場にいると A 氏に電話をかけていたのですが、ちょうどその時小松が何してるのと声をかけたのです。小松の姿を見た妻は逃げるように車を走らせ、そこには小松と A 氏だけが取り残されてしまいました。 A 氏は小松の妻がここに来ることは知らなかったと主張しますが、小松はそれを信じることはできません。その日の夜、小松は自分だけ命を絶とうか、みんななくしちゃおうかなどと考えていたのですが、妻の母親が自宅にやってきて離婚に同意するように促されたそうです。これにより小松は義母からも見放されたような気持ちになったといいます。再び話し合いが行われ、最終的には2017年10月5日に離婚届を出すよう結論が出ました。そして離婚届を提出する前日、小松はホームセンターに偶然入店していたのですが、そこでロープが目に入り、ロープや刃物を購入しています。また翌日には5人の子供たちのためにプレゼントを贈りました。ママの言うことを聞くようにと言いながら、長女には好きなメーカーの服を2着、長男にはゲームソフト、次男には消防車のおもちゃ、双子にはお揃いのハトバスのおもちゃをそれぞれ手渡ししています。子供たちが眠った後、妻と出会ってからの8年間を振り返っていました。
しかし妻が風呂に入っている間、小松はまたもやってはいけないことをしてしまいます。再度妻の携帯を覗き見してしまったのです。そこには妻と義母のやり取りがあったようで、父森婚に同意しているという内容が書かれていたそうです。実は小松と妻の話し合いの中で、父親にはまだ離婚について黙っていようと話していたらしく、自分の知らないところで話が進んでいたことを知った小松の中で何かがプツッと切れてしまいました。その後妻が就寝すると、小松は電気を消してテレビはつけっぱなしの部屋の中で一人、どうするどうするどうすると自分自身に問いかけます。誰にも渡したくない、あの男に渡したくない、ここに他人が入るのは嫌だ。そして小松は物置に隠していた刃物を取り出し、ずっと刃物とにらめっこしています。どんどんと時間が流れていく中、小松はあることに気づきました。それは長男がいつも早起きをしてゲームをしている光景です。ふとテレビに目をやると4時39分になっており、小松は次のように考えます。時間がねえ、長男が起きちゃう。そう思った小松は刃物を手に、妻と子供たちが眠る寝室に向かいました。そしてあろうことか、妻に刃物を振り下ろしてしまったのです。それから子供に対しても襲いかかったのですが、小松は記憶が抜けているらしく、次に覚えていることは布団にガソリンを撒いている場面でした。そして玄関先で紙をビリビリに破き、ライターで火をつけたのです。小松は自分もガソリンをかぶろうと思っていましたが、タンクをリビングに置いていたことに気づきました。その時すでに小松の足が燃え始めており、パニックになった彼は外に飛び出したのです。その後小松は公園に行き、自ら命を絶とうと考えますが、何もできず午前5時ごろ日立署に自首しています。その際泣きながら、ごめんなさいごめんなさいと繰り返していたそうです。これにより33歳の妻、7歳の長男、5歳の次男、3歳の双子である三男と四男が亡くなり、意識不明だった11歳の長女も搬送された病院で帰らぬ人となってしまったのです。その後刑事責任能力を問えると判断され起訴されたのですが、2018年11月26日日立署に拘留されていた小松は持病の肺高血圧症によって倒れてしまいます。そしてなんと後遺症により記憶の一部が欠落してしまったのです。小松は記者の面会に対し、事件後の記憶がほとんど抜け落ちてしまって、なぜ自分がこうなってしまったのかがさっぱりわからないんですと話しています。その後弁護人は小松には訴訟能力がないと主張しますが、その訴えは退けられ裁判が行われました。そして2021年6月17日、論告求刑公判が開かれ、検察官は小松に極刑を求刑し、弁護側は控訴棄却を求めたのです。控訴棄却とは、裁判自体を打ち切ってしまう制度のことなのですが、仮に控訴棄却とならない場合でも、事件当時は責任能力に問題があったとして、無罪または刑の減刑を求めました。そして被害者となった妻の父親は小松に対し、残りの人生を全てかけても許さない、一日も早く永遠に私たちの前から消えてほしいと訴えたのです。その後の6月30日判決公判で裁判長は、証拠上小松が6人を手にかけて放火したことは強く推認でき、犯行時の状況を自ら詳細に供述しており、その供述は証拠と合致している、弁護人が主張する事件当時の心神耗弱や心神喪失の状態は認められない、計画性も高く妻子を他の男に奪われたくないという身勝手な動機に酌量の余地はないと断罪し、求刑通り極刑を言い渡しています。小松は判決を不服として翌日には控訴しました。また本件に関して次のように述べています。浅ましくも子供に会いたい、寂しいという気持ちが湧き上がる、起きたら元に戻っていたらと願ってしまう、正直極刑は恐ろしいです。でもそれしか自分に残された道はないのも分かっています。妻の両親、ご遺族には本当に申し訳なく思っています。何をしたら償いになるのか、どうすれば償えるのか、ずっと自問自答していくと思います。一人の男が起こした本事件、大人のいざこざに巻き込まれた5人の子供たちを思うと言葉になりません。被害者のご冥福をお祈りします。2007年から2013年にかけ、京都、大阪、兵庫で相次いで事件が発生しました。
いずれも結婚相談所で知り合った男性が被害に遭ったのですが、一人の女によって引き起こされたのです。詳細を見ていきましょう。1946年11月28日、本件を起こした筧千佐子は、九州地方にて未婚の母親のもと出生しますが、生まれて間もなく養子になりました。養子先は大手製鉄会社に勤める父親と専業主婦の母親で、非常に厳格な家庭だったそうです。千佐子は勉強ができたため、北九州でも名門の高校へと進学します。学内での千佐子は男子生徒から人気があったらしく、当時は美人で秀才と、まさに才色兼備の女子生徒だったそうです。また高校の教師から、九州大学なら絶対に合格やと言われるほど頭が良く、千佐子自身も大学への進学を考えていたようですが、家族に反対されてしまいます。何でも女が大学行くなんてとんでもないという古風な土地柄だったようで、仕方なく都市銀行へと就職することになりました。とはいえ、当時まず高卒では入れない大手の銀行だったらしく、千佐子は後にそのことを自慢げに語っていたといいます。その後、銀行にてキャリアを形成していた千佐子ですが、旅行先で一人の男性と出会い、双方の家族に反対されつつも結婚し、二人の子供にも恵まれました。これが一度目の結婚です。夫と共に大阪府貝塚市で印刷会社の経営を始め、最初こそはうまくいっていた事業でしたが、やがて経営難に陥りました。また夫婦仲は良くなかったらしく、夫は千佐子に対してバカにするようなことをたびたび口にしていたといいます。ただ千佐子はそれに負けじと、知人に対して夫のことを、なんでこんな田舎の人にバカにされなならんのと愚痴をこぼしていたそうです。時は流れ、1994年、夫は不幸なことに病気を患い、わずか54歳でこの世を去ってしまいます。この時千佐子に残されていたものは2000万円の借金でした。千佐子は実家や知人に掛け合い、お金を集めながら経営を継続しますが、2001年には廃業し、土地と建物は競売にかけられたそうです。それからはヘルパーなどの仕事をし、二人の子供を独立するまで育て上げました。しかしその後、千佐子は数十箇所とも言われるほどの結婚相談所に登録し、男性とのお見合いや交際、結婚を繰り返していくことになります。千佐子が相手に求める条件は次の通りでした。年収1000万円以上、経営者か資産家、子供がいない、持ち家。正直ここまでストレートにお金目当てという匂いがプンプンする条件もなかなかないのではと思ってしまいますが、千佐子の自己紹介文も簡潔でストレートにまとまっています。第二の人生に夢膨らませてます。私の性格は明るくプラス思考で寛容で優しいです。相手の方への思いやりと尽くすことが私の心意気です。健康管理と明るい家庭が妻の務めと思います。このようなプロフィールを持ちながら100名以上の男性とお見合いをしていますが、実際のところ千佐子の仕草は独り身の老人男性の心を揺さぶるものがありました。例えばアイスコーヒーが出されると、ストローの袋を向いてどうぞと差し出したり、帰り際にコートをハンガーから取り袖を通してあげるなど、男性が喜ぶちょっとした気遣いを常に行っていたようです。また会っていない時は頻繁に絵文字がたくさん入ったメールを送信し、男性の心を掴んでいました。さらに千佐子と夜を共にすると離れられなくなるほど相手を満足させていたそうです。このように男性を虜にして、結婚をしては先立たれ、また交際と結婚を繰り返し、最終的には4度の結婚を果たします。ちなみに結婚相手が先立つと、元の旧姓や一番目の旦那の姓に戻したり、戸籍簿では再婚歴を消し、自身の結婚歴が悟られぬようにしていたそうです。その後4度目の男性と結婚してからわずか2ヶ月以内に、男性はこの世を去ってしまいます。当初この男性は病死だと思われていましたが、司法解剖の結果、体内から青酸が検出されます。警察は家に侵入者もいなかったことから、千佐子が本件を起こしたものだとして捜査を開始しました。それから3ヶ月後、テレビの報道陣のインタビューに答える千佐子がいました。ここでなんと記者が直接的な質問をしています。
毒は入れられてないんですか？この質問にやや食い気味で、入れてませんよ。そんな、どこで手に入れられる方法を教えてください。逆に、そんなもん私、この生活の中で毒が手に入れられるような状況にありますか？と声を荒げながら答えています。ただ、夫の生命保険の受取人にもなっており、その詳細についてもインタビューにスラスラと答えています。何でも500万円の保険金があったらしく、夫の兄弟と分けて、自分には250万円が入ると話したのです。その後、警察の捜査が進められ、ちさ子が自宅から処分したプランターの中から、青酸化合物が付着したポリ袋が発見され、逮捕されています。なお一般人が入手するのが困難な青酸化合物ですが、後の取り調べで印刷会社を経営していた時に出入りしていた業者から手に入れたと供述しました。ただこの業者については未だ特定されておらず、入手ルートは謎のままとのことです。そして千佐子の身辺調査を開始したところ、過去に交際結婚していた男性たちが10名以上も不審死していたことが発覚したのです。ただそのほとんどが数年経っていたことから立証は難しく、結局立証できたのは4件のみで、その全てに共通していることが青酸入りのカプセルを服用させていたことでした。2009年5月、79歳、男性ちさ子はこの男性に投資目的で4000万円の借金をしており、返済を免れるため神戸でカプセルを飲ませる。2012年3月、71歳、男性喫茶店でカプセルを飲ませ、男性がバイク運転中に中毒を発症し亡くなり、その後男性のマンションを売却するなどして約2000万円相当の遺産を取得。2013年9月、75歳、男性レストランでカプセルを飲ませ、店の駐車場で中毒を発症し亡くなり、その後約1500万円の遺産を取得。2013年12月、75歳、男性自宅でカプセルを飲ませ亡くなり、本事件判明のきっかけとなる。最終的に筧千佐子が取得したのは8億円とも10億円とも言われています。これを得るために千佐子は交際関係の男性に対し公正証書遺言を書かせていたそうなのです。その中身は、自分が先だった際には全財産を千佐子にというものでした。公正証書遺言とは、財産を誰にどれだけ相続させるかについて遺言者が話した内容を法律の専門家である公証人が作成した文書のことだそうです。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れもなく、ちさ子のような内縁の妻でも相続するには確実な方法でした。ただ取得した金のほとんどは株などに投資して溶かし、逆に1000万円以上の借金まであったといいます。また過去に結婚していた男性が相次いで先立っていたことについてもインタビューに答えており、自分の何ちゅうんですか、自分の運命というんですか、私の運命を逆になんでやねんって恨みたくなりますね。なんでこうなるのって、もうほんまにそれ一言ですわ、などと話しています。当初は全面否定していたちさ子ですが、徐々に犯行を認めていきます。記者が4番目の夫を手にかけた動機について尋ねたところ、前の妻には2000万円以上もお金を使っていたのに、私には全く使ってくれないことに腹を立てていた、などと話しました。またどんな刑でも覚悟ができていると話していた2日後に、事件のことは覚えていない、などと話し、証言が2点3点しています。そのため認知症だと判断され、弁護側は認知症のため責任能力がなく裁判を受ける能力もないと無罪を主張します。ただ認知症は軽症で、2013年12月時点でメールの文面に問題がなかったことからも、事件時に認知症は発症していなかったとして完全責任能力が認められたのです。そして一審二審ともに極刑が言い渡されますが、上告しています。この間テレビの記者が接見しており、被害に遭ったと見られる方々の名前と写真を見せると、私ね、男の人のことって全然覚えてないんですよ、恋をしてるなら別やけどね、全員が全員私がやったわけではない、それは私声を大にして言いたい、と述べました。
その後、2021年6月29日に上告は棄却され、刑が確定しています。本来は人生の伴侶を見つけるためにある結婚相談所。筧千佐子は2度目のデートで資産はいくらあるのかという大胆な質問をしていたそうです。はたから見ればそんな女性に騙されることはないと思っていても、実際にこれだけの被害者がいるため十分に注意しないといけませんね。被害者のご冥福をお祈りいたします。あなたは家族と聞いてどのようなイメージを想像するでしょうか。ご飯を一緒に食べたり旅行に行ったり、70年80年と人生を共にする最愛のつながり、そんなイメージを持つ方も多いかと思います。しかし稀にとんでもない一家が存在しており、絶対に関わってはいけない人物がいるのです。日本は比較的平和な国ですが、裏社会があるのも事実。今回は一家4人全員がまさかの極刑を言い渡された事件についてまとめていきます。本件を知り、防犯意識を高めていただければ幸いです。また本件を解説するにあたり、分かりやすいように一家4人を母、父、長男、次男と明記しお話ししていきます。本件を起こすこととなる北村一家は小さなヤクザでしたが、基盤を固めていた建設業の収入もほとんどない状態であり、母と父は上層部への上納金の工面にも困っており、生活費もままならない状態にありました。そして後に被害者となる A さんはシングルマザーであり、違法な金貸しを営み生計を立てていましたが、北村一家の看板を借りながら商売をしていたのです。そのつながりから一家の母は A さんから300万円のお金を借りており、これ以外も含めると2004年時点での借金は総額で6600万円にも上っていました。そのため母は A さんに頭が上がらない状態であり、 A さんの実家の草むしりを手伝わされるなどされていたそうです。ある日母は A さん宅の改装工事を請け負いましたが、 A さんは工事代金をそれまで母に貸していたお金があることを理由に支払いをしようとはしませんでした。また A さんは母に対して1億から2億は右から左などと豪語していたといいます。 A さんに顎で使われていたことや、北村家の看板を借りて商売をしているのにもかかわらず A さんの商売が順風満帆だったことで、母は不満を募らせていきました。それに加え A さんは資本金1億円の金融会社を設立するとも話しており、そのあまりに違う境遇からついには母の不満が爆発してしまいます。また一家の長男が新居を購入する費用も必要であったことから、 A さんを手にかけて現金を奪うことを計画していったのです。この事件の発端はこの通り、北村一家がお金に困窮していたことにありました。そこで母は A さんに安く買える土地があると架空の取引話を持ちかけます。A さんはこの話を鵜呑みにし、2600万円と改修工事代の80万円、合わせて2680万円を用意すると答えました。母は A さんが2680万円を用意していることを確認し、先ほど述べた計画を実行することを決意します。また母は父と長男にもこの話を持ちかけ、計画が3人で進められることになりました。しかしここで北村一家家族間での裏切りが発生します。裏切った人物は長男であり、母父よりも先に A さんの金品を奪おうと画策したのです。そこで長男は一家の次男にこの話を持ちかけます。2004年9月16日 A の家に2000数百万円があると、俺らが先に取って山分けたい、まずは A の息子 B が一人でいるところを狙うけん、お前には500万円やる、おとんとおかんには言うな、と計画の内容とともに分け前を次男にも与えると話しました。そこで次男もこれを了承したのです。ここでこの兄弟の恐ろしいところは、この話をした即日行動へ移すことにありました。その日の夜、次男は A さん宅を訪れ、以前から家族ぐるみの付き合いもあったことから難なく家に入ることができ、 A さんの息子である B さんをタオルを使って失神させます。その後長男と次男の2人は室内にあった金庫を運び出し、 B さんも車に乗せて走り去りました。走行中の車内で B さんはまだ息があったのですが、長男と
次男の前ではなすすべなく手にかけられてしまいます。その後、長男と次男は B さんにコンクリートブロックを結んで川に投げたのです。なんとも身勝手で悪質な行為ですが、しかしここで問題が発生します。なんと A さん宅から運び出した金庫の中には指輪などしか入っていなかったのです。A さんが用意していたと思われていた2680万円はその金庫にはありませんでした。翌日、次男は自分の本人確認書類を用いて指輪6個を計10万8000円で質入れし、現金を長男に渡します。長男はそのうち4万円を次男に分配しました。母を裏切り、弟を使って暴走した長男でしたが、その時手に入れたのはたったの6万8000円ということになります。一方で一家の母は A さんに対する計画実行に踏み切れずにいました。そこで母は長男に電話してその胸を打ち明けます。すると長男はやりきらんなら俺がやったるなどと話し、これに対して母もまたもう土下もしきらんばい、お願いお母さんば助けてと話し、息子に協力を懇願しています。長男は A さん宅の金庫に目当てのものがなかったため、母の提案をそのまま実行に移そうと考えました。そこで長男はまたもや次男に、おかんが俺にええばやれいいよるなどと話したのです。さらに長男はやるなら眠らせてからやるのが良いと考え、次男と共にコンビニで弁当とタルタルソースを購入し、そこに睡眠導入剤をすりつぶしたものを入れて母に玄関で手渡しました。母は兄弟から受け取った弁当を A さんに食べるよう勧めると、 A さんは何の疑いもなくそれを食べてしまい眠りに落ちたのです。その日の夜、一家4人が集合し、 A さんだけでなく A さんのもう一人の息子 C さんをも口封じのためこの計画に巻き込むことを決意します。その後 A さんを乗せた車を走らせた一家は大牟田港の岸壁に到着します。次男はその停車中の車内で A さんの首を圧迫し手にかけました。その際、長男は冷やかしたりしており、父は A さんが息をしていないことを確認してもうよかと言い、母は A さんが息を吹き返すのではないかと心配して続けるように指示しています。このことからも改めてとんでもない一家であると再認識ができます。その後、一家は A さんの家の前で A さんの息子である C さんとその友人の D さんが乗った軽乗用車に出くわします。 C さんと友人の D さんはすでに行方不明となっていた B さんをあちこち探し回っていたといいます。ここで登場した D さんですが、なんと顔を見られたという理由だけで今回の一件に巻き込まれることになるのです。その後、北村一家の長男と次男は B さんを一緒に探すという名目で自分たちの車に CD さんを乗せました。この時、父は銃を次男に渡して手にかけることを指示しています。車は大牟田市の岸壁に停車すると、次男が C さんに現金保管場所はどこだと聞き出しましたが、 C さんは知らないと答えたと言います。また父と母は電話で長男次男に指示を出し、 CD さんまでも手にかけられるという悲劇が起きてしまいました。その後、被害に遭った ACD さんの3人を乗せた軽乗用車をドライブギアにしたまま、父が運転席外側から操作し、諏訪川土手の斜面から走行させて川に水没させたのです。この時点で金貸しを営んでいた A さん、その息子である B、C さん、そしてその友人の D さんの4人が犠牲になりました。その後、北村一家は A さん宅に鍵を使って入り、現金を探しますが、見つけることはできませんでした。ただ、長男と次男は事前に盗んだ金庫に入っていた指輪をすでに質入れしており、A さん宅に鑑定書が残っていれば、一連の行為が発覚することを懸念したため、指輪の鑑定書などを盗みます。また、A さんのバッグに入っていた現金約26万円のうち、長男と次男に5万円ずつが分配されました。長男は家賃の支払い、母と父は電話料金、上納金、飲食費などに使ったのです。その後、母が逮捕されたことを皮切りに一家全員が捕まります。また、父は出頭した大牟田署の取り調べ室で自ら命を絶とうとしていますが、失敗に終わっています。さらに長男は取り調べ中に看守の隙をついて逃走しますが、熊本県内にて身柄が確保されました。
その後も一家は法廷内でも口論を起こしたりと、全容解明に協力的な姿勢を見せています。そのため弁護人に関しても事態が相次ぎ、一時不在となったため弁護会が阿弥陀寺で後継人を選任したという噂もあります。その後一家4人は全員が死刑という判決を受けました。また2007年12月25日の控訴審でも極刑が言い渡され、その際に次男はメリークリスマスなどと叫び、遺族は人の世から出て行ってほしいと怒りをあらわにしたといいます。刑が執行されたという情報がないため、現在も福岡、広島、大阪にそれぞれ分かれてその時を待っている状態です。普通に生活していれば、このような一家とは関わることはない、そう思う方もいるかもしれません。しかし特に D さんは B さんを一緒に探すため共に行動していた友人でした。このようにちょっとしたきっかけで事件に巻き込まれてしまうという事案は多数存在します。人は家族、同僚、友人、近所の住民、誰かしらとつながり生きています。もしもあなたが被害に遭ってしまったら、必ず悲しむ人がいます。そしてそんなことを考えない悪に満ちた人間がいるのもまた事実です。本件のように万が一何かしらのつながりで事件に巻き込まれた際に、自分の身や家族を守るためにも防犯グッズなどを携帯し、少しでも闇が垣間見えた際は関わりを断つことが賢明です。被害者のご冥福をお祈りいたします。横浜港バラバラ事件。2009年に神奈川県横浜市金沢区で発覚した事件です。本件を起こしたのは8人グループの男たちであり、実行するために使われたのは木々を伐採するあの道具だったのです。指示をする者、実行する者、その実行を協力する者、運搬する者などそれぞれに役割があったといいます。まるで漫画や映画のような話ですが、現実に発生してしまいました。詳細を見ていきましょう。事件概要。グループは8名の中でも実行した A と指示をした B が強い力を持っていました。 A は学生時代に生徒会長を務めるなど明るい性格の持ち主だったそうです。しかしどこで間違ったのか、 A はグループのリーダー格までの仕上がり、ベトナムから秘密裏に様々なものを輸入していたのです。そしてさらにこのグループを統括しているのが本件を計画した B だったのです。 A と B 二人の間は強い信頼関係でつながっており、 A は B の言うことを何でも聞くような存在で、 B も安心して仕事を任せていたそうです。本件の発端は B が経営するお店を他のオーナーに乗っ取られそうになったことがきっかけでした。そのうち B とオーナーがトラブルで口論になります。ついにはオーナーが B に対して秘密裏に輸入していることをバラすと言ってきたのです。この言葉に B は危機感を覚え、オーナーの存在を何とかしないとと考え出します。そしてこの一件がきっかけとなり、 B は A を含めたメンバーにオーナーを片付けることを命じたのです。そして2009年6月18日、 B に命じられた A はオーナーと会社員男性をホテルの一室に呼び出します。また A がオーナーと会社員男性の2名を呼び出す前に、ホテルの従業員に対してドラマの撮影をするから大きな物音がするかもしれないと話していました。そうして大きな物音が立つことで邪魔が入らないように周到に予防線を張って備えていたということから、 A の小賢しさがわかります。オーナーは当初仕事の商談と聞いていたため、その場所に何の疑いもなく現れました。しかしそこには数人の男たちが待ち構えていたのです。驚くオーナーと会社員男性でしたが、 A らは部屋から出られないようにして2人をこの場に留めました。その後 A は計画を何のためらいもなく実行することになります。そしてオーナーをバスルームに連れて行きました。 A はオーナーに対して、安心しろ、水なんて余ったれたもんは使わないよと言ったのです。そして A が取り出したのは電動のチェーンソーでした。青ざめるオーナーは A に対して、母親と電話がしたいなどと言い出しましたが、 A はにやりと笑顔を見せたと言います。そして A によりオーナーは息をしている状態であるにもかかわらず、計画通りに実行されたのです。 A はこの時も笑いながら、動いちゃダメだろと話していたそうです。またこの道具を使うことを考えたのは計画した B ではなく A でした。
このことからも映画どのような人物像か想像できます。その様子をグループのメンバーが取り囲んでみていましたが、この道具早いな、見た、30秒もかからなかったな、人形みたいでしょう、などと発言していたそうです。しかしこのような道具を使えば普通ならホテルの従業員が気づくはずですが、全く察知されることはなかったといいます。これは映画事前に従業員に対してドラマの撮影をするからと話していたからなのかもしれません。その後会社員男性も手にかけられてしまいました。そして持参したスーツケースに小分けにした状態で詰め込まれたのです。さらに A は2人から現金1300万円を奪いました。オーナーがこの時にこのような大金を持ち合わせていたのも、呼び出した理由がビジネスの商談だったからでしょう。 A が今回の件を実行してしまったのはグループ内での立場を向上させるのが目的だったといいます。グループのリーダー格を務める A はそれだけでは物足らず、さらなる上を目指していたのでしょう。そして B に言われるがまま動いたのです。その後グループは従業員に気づかれないようにスーツケースを運び出しました。 A は車に乗り込むと B に電話をしています。二人ともきっちりやりました、今から引き渡しますんで、と報告したのです。 A はこれに対してお疲れ様でしたと対応したといいます。まるで本当に仕事の商談を無事に終えた部下に対して言うような言葉です。そしてグループは車で移動し、山梨県の山間部と横浜港に分けて処分したのでした。一体どのような育ち方をすればこのようなことができるのかと思われますが、 A の老いたちはごく普通だったのです。少しだけ A の老いたちにも触れていきます。 A の老いたち、 A は兵庫県で生まれ、その後横浜に家族で転居したため横浜にて成長しています。父親の職業は銀行員であり、裕福で何不自由のない子供時代を送りました。 A は中学時代に生徒会長を務めるほど優秀な少年だったといいます。この頃からリーダー的なまとめ役としては向いている性格だったのかもしれません。とは言ってもガチガチの優等生タイプではなく、明るく親しみやすい少年だったそうです。そのため人柄と頭の良さで将来も明るい未来が待っているかに思えました。そして高校を卒業した後、大学に進学せずに就職しています。その後職を転々と変える生活を送るようになっていきました。さらに22歳の時に結婚して娘を授かっています。しかし数年後に離婚し、妻に毎月10万円という高額な養育費を送金するようになります。当初は苦労したようですが、その養育費は毎月きちんと払っていたそうです。ただ毎月の養育費を払い続けるには普通の仕事ではなかなか厳しいと悩み始めます。その後給料の高い仕事を求め、 A はある組に入っていたとされており、そこで出会ったのが B だったというわけです。 B と出会ったことで本件が発生してしまいましたが、実行したのは A であり、その最中に使用した道具や言動を考えれば普通ではないことは明白です。その後 A は裁判員裁判による裁判では初の判決を受けることになります。事件のその後、 A をはじめとするグループは当初別の件で逮捕されていました。そこで A はこのままではどうせ見つかると思い、諦めに近い気持ちで自供したそうです。実行した際に運搬を手伝った B の部下3人についても捕まりましたが、懲役3年執行猶予5年と結果は軽かったのです。それ以外にも共同で実行した男には懲役12年となりました。そして A は裁判員裁判において史上初の極刑が下ります。この時裁判員の一人は記者会見でとても悩み、何度も涙を流したと告白していました。しかし裁判員たちがこの判決を下せたのは、オーナーや会社員男性の残された家族による訴えがあったからだったといいます。オーナーの妹は裁判員たちに、判決をためらった時は考えてほしい、私たちにとって無期懲役は無罪と同然だと投げかけたのです。また会社員男性の妻は、家族の幸せと主人の笑顔を返してほしいと語っています。そうした言葉によって残された家族たちの望み通りに判決を下しました。しかし計画した張本人である B は、グループメンバーが次々と逮捕されるのをよそに逃げていたのです。 B は海外に逃げてしまったため国際手配されました。
さらに未だに捕まることはなく、どこかで暮らしているか、もしくはもうこの世にいない可能性もあります。ただ一つだけ大きな謎が残ります。それは B の顔写真が全く公開されていないということです。本件は2009年に発生しており、 A らも同年に捕まっています。公式に公開されなくとも、今の時代卒業アルバムなどが出回っていてもおかしくありません。そういった意味でも本件は闇が深い事件と言えます。あなたはどのように感じたでしょうか。被害者のご冥福をお祈りし、再発防止を願うばかりです。2013年7月21日、山口県周南市御岳で悲劇が起こりました。当時、8世帯15名が暮らす限界集落の村で、2軒の家が全焼し、3名が息絶えた状態で発見されます。さらに翌7月22日には、近隣住民の2名も新たに被害者となりました。わずか2日間にして5名が犠牲になったのですが、1人の男が捜査線上に浮かびます。男の家には付け火して煙喜ぶ田舎者という張り紙が残されていたのです。高齢者が10人以上の携帯電話も利用できないような村に一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。捜査開始。警察が捜査を進めると、5名が発見された計4件の住宅は半径約300メートル以内の狭い範固にあり、5名はいずれも鈍器などで頭を殴られていました。さらに家が燃えた次の日の7月22日に発見された女性に関しては、その日の午前1時過ぎまで近くの住民の家に避難しており、県警も火災の約2時間後に本人の無事を確認していたのです。このことから本件を起こした人物は3人を手にかけて火を放った後も約5時間にわたり付近に潜伏していたことが分かりました。その後、2人の住宅に侵入してさらに被害が拡大したのだと推測されます。また焼失した住宅の隣家には白い紙に毛筆のようなもので川柳が記された張り紙があり、県警はこの家に住む男 A の行方を捜索しました。その後、現場検証、付近の捜索などを400人体制で実施した結果、現場付近の山中で男 A の携帯電話や衣類などが見つかったのです。そして火災発生から6日目の7月26日午前9時ごろ、捜査員が付近の山道を捜索していると一人の男を発見します。その男は下着姿、裸足の状態で立っており、捜査員が近づくとその場に座り込みました。また氏名を確認したところ、 A 本人と認めたため事情聴取を行った後逮捕します。弁護人によれば、 A は本件を起こした後、ロープなどを持って山中に入り、自ら人生の幕を下ろそうとしていたそうです。この A という男ですが、当時63歳であり、被害者はいずれも70代から80代でした。一体なぜこのような事件を引き起こしてしまったのか、そこにはこの男と限界集落に潜む闇が隠されていたのです。事件の経緯。 A は農林業を営む両親の次男として生まれ、子供の頃はメラレッコをかばってあげるなど優しい一面もあったそうです。中学卒業後、タイル職人として神奈川県川崎市で暮らしており、最盛期には月収200万円を稼いでいたこともありました。また気さくな人柄だったといいます。しかし自分の生まれたところで最後を迎えたいと思うようになり、また両親の介護もあったことから、1994年44歳の時に帰郷します。帰郷後は左官の技術を生かして自ら自宅を建築し、地元のテレビ番組や新聞にも取り上げられるなどして近隣の家の修繕なども行っていました。ただ A の両親は要介護度が高い状態だったといいます。両親とも認知症であり、 A の父は耳も聞こえないため全てジェスチャーだったそうです。さらに母は痰を吸引し続けなければならず、なかなか眠れない日々が続いていました。A は昼に来るデイサービスの間に眠っていたようです。一人で高齢の親二人の面倒を見続けたことで心身ともに疲れ果てて精神的に参ってしまったのかもしれません。そんな両親でも A にとっては愛すべき家族でした。しかし2000年代前半から中盤にかけて相次いで両親が先立ってしまったのです。
この頃から A の精神に異常がきたしていたと推測されます。その後、地区住民とのトラブルが相次ぐようになっていきました。都会での成功体験により、自信と気力がみなぎっていた A は、集落を活性化させたいという思いから、地区の村おこしを提案しますが、地区住民はそれに反対し、聞き入れなかったそうです。つまり、都会から地元に戻り、よそも扱いされていたのです。また、回覧板を受け取ることもなく、自治会活動にもほとんど参加しなくなっていき、より一層孤立感を増していくようになります。さらに A は不審な行動にも出るようになり、自宅にマネキン人形を置いたり、実際は作動しない監視カメラを設置しており、近所の住民は不審に思っていました。また A は2011年1月頃、集落の中で孤立している、近所の人に口を言われ困っているとして周南署に相談もしていたそうです。さらに A は自ら精神を病んでいることを理解してか、病院に通うようになり、精神安定剤の服用を始めます。ただ A は安定剤を飲んでいるから人をしても罪にならないなど、普通では考えられないような発言もするようになっていきます。また A は地区のあぜの草刈り作業にあたって、地域で一番若いという理由から、機械や燃料の費用などを全て一人で負担させられます。しかも地区住民によって A の機械を草と一緒に燃やされるという行為に加え、そのことについて謝罪は一切なかったと A は知人に話していたそうです。 A の機械を燃やした住民は、あれ？あんたのもんだったの？と笑っていたそうです。また両親が旅立った心の隙間を埋めるためか、 A はラブラドールレトリバーを2匹飼っていました。しかしその犬に対して地区住民から臭いと言われたり、犬の飲み水に農薬を入られたこともあったと語っています。 A は犬のことを相当可愛がっていたようで、犬の目を見た時に父親に似ていると発言していました。 A にとって家族同然の犬に対してそのような扱いを受けたことからか、 A が住民に血を見るぞしてやると大声を上げたこともあったといいます。さらに A によると、住民とのトラブルはこれだけではなかったようです。ある時には寝たきりの母がいる部屋に隣の Y さんが勝手に入ってきて、うっ、国際と言われたそうです。またある時は車のタイヤのホイールのネジを緩められたこともあったとも語っています。そして酒の席で住民とトラブルになり、 A が住民から刃物でされるということもあったそうです。そんな嫌がらせを受けていたこともあってか、今回の事件を引き起こしてしまいました。しかし裁判では A が訴えていた住民から受けていた目の全てが被害妄想の認定をされることになります。それどころか A が住民に対して因縁をつけて廃業に追い込んだり、近所の鳥居で井戸端会議をしていた住民たちに罵詈雑言を浴びせたりもしていたそうです。また精神を病む一方だった A は、毎日夕方になると窓を全開にしてカラオケを熱唱する迷惑行為を続けていたといいます。つまり A こそが集落の迷惑人物だったのです。事件のその後、当初事件のことを認めていた A でしたが、第一審でその発言を一転させます。なんと A はそんなことはしていないと述べ、無罪を主張したのです。第8回公判で妄想性障害と診断した医師は、 A は地域住民からの挑発噂があったと勝手に思い込み、被害感情を募らせて報復のために事件を起こしたと証言しました。そして第一審判決公判で A に対しては極刑が下ります。弁護人は判決を不服として即日控訴するも棄却されました。 A は被害者や残された家族に対し一貫して謝罪の言葉を述べておらず、上告審判決直前には、絶対に謝らない、自分の方が被害者なのだから逆に謝ってもらいたいと述べています。その後上告し、 A は週刊先で記者に、ここから出たらすぐ村に帰って一人で陶芸を本格的にしたい、無実だったら慰謝料のお金がもらえると話していました。ただ上告を棄却する判決が出たため、 A の刑が確定します。その後刑が確定した後も、弁護団は新証拠として刑事責任能力に関する精神科医の意見書など約30点を提出し、再審請求を行いました。
これに対し山口地裁は2021年3月22日付で請求を棄却する決定をし、弁護団は同決定を不服として広島高裁へ即時抗告しています。 A は付け火して煙喜ぶ田舎者の川柳の張り紙を出した理由としては、周囲の人たちの反応を知りたかった、自分の中に抱え込んだ気持ちを知ってほしかったという思いがあったと弁護人に語っていたそうです。本件から6年後となる2019年5月末時点では5世帯8人と著しく減少していることに加え、65歳以上の高齢者が6人となり、集落の存続が危ぶまれています。限界集落で発生した本事件、 A の証言していた村人住民による、目が真実なのか、すべてこの男による妄想だったのか、 A はその後症状が悪化し、当時の記憶すらままならない状態であるため、真相は闇の中です。ただ5人もの尊い命を奪ってしまったことは事実であり、許されることではありません。あなたはどのように感じたでしょうか。被害者のご冥福をお祈りし、再発防止を願うばかりです。東京池袋駅前は百貨店やショッピングモールが多数あるため、多くの人でにぎわう人気のエリアですが、1999年、それは突然に発生しました。一人の男が白昼人々に襲いかかったのです。一体なぜこのような事件が起こってしまったのか、そして私たちはもしも巻き込まれた際にどのような対策ができるのでしょうか。詳細を見ていきましょう。1975年11月29日、後に本件を起こすこととなる A は、岡山県倉敷市にて出生します。一家は、両親、兄、A の4人であり、仲睦まじく暮らしていたそうです。しかし、A が小学校高学年の頃から、両親はあることにのめり込むようになっていきます。それは、ギャンブルでした。また両親がそのようになってしまったことには原因があり、 A の父が親の遺産を相続し大金を手にしたことにありました。このように大金を目の前にすると人は変わってしまうこともあるのです。さらに A が中学生になる頃には両親の手遊びは悪化していきます。生活費が少しでもあると全て遊びに使っていたのです。そのうちに手持ちの金は底をついてしまい、借金までするようになっていきます。ただ A 自身はこのような環境下でも必死に勉強に励んでおり、後々のことを考えて大学進学も見越していたため、高校は進学校への合格を果たしました。そんな日々を送っていた A ですが、高校2年生の時に金銭的事情からか、ついには高校を自主退学しアルバイトに専念するようになります。この時には両親が作った借金は約4000万円にも上っていたといいます。 A は真面目にアルバイトに専念していましたが、両親はというと取り立てから身を隠すため、日中は自宅を離れ、深夜になってから帰宅するという生活を送っていたそうです。そんなある日、 A がバイト先から帰宅すると衝撃の光景を目にします。なんと家の扉を開けると家財道具が一切なくなっていたのです。A の両親は息子と借金を残し失踪してしまいました。また A の兄は大学生で一人暮らしをしていたため、 A は一人で取り立ての対応をしていたようです。ただ A に返済ができるわけもなく、徐々に取り立てを迫る業者はいなくなっていきました。その後の A は兄の元へ身を寄せたり、住み込みで働くなどしていましたが、ある日突然両親が帰ってきたのです。しかしすぐにまた A たちの目の前からいなくなってしまいます。その後は職を転々としていたようですが、 A の精神は確実に疲弊していったのです。実際にこの頃小学校時代の同級生であった女性に好意を抱いており、何度も連絡を取るなどストーカーのような行為にまで走ることがあったそうなのです。 A は過去にこの女性に告白をされたことがあると証言していましたが、女性によるとそのようなことはなく、それは A の妄想でした。また公的機関に支離滅裂な内容の手紙を送りつけるという機構も行っています。さらに日本での人生に疲れ切った A は1998年アメリカポートランドへ短期渡航をしています。
小学校からの生い立ちを考えれば、現状から逃げ出したいと考えるのは理解できますが、 A は何の計画もなく渡航していました。現に持ち金は200ドルであり、英語も話せなかったといいます。そんな状況ではアメリカで生きていけるわけはなく、資金はなくなり、途中で行き倒れ日本大使館に保護されたそうです。ただそこで大使館に保護されたことによって少しの希望が見え始めました。大使館が現地のキリスト教会の牧師に事情を話したところ、教会の仕事を手伝うのと引き換えに移植の面倒を見てもらうことになったのです。A はこの時のことを後に、この時期が人生で最も充実していたと証言しています。ただこのような生活はビザの失効と同時に終わりを迎えました。日本へ帰国した A はパスポートを破り捨てたそうです。その後各地を転々としていた A ですが、1999年4月、新聞販売店で働き始めます。当初 A の勤務態度は真面目だったようで、遅刻や無断欠勤もなく働いていたそうです。ただ一度だけ遅刻をしたことがあり、それがきっかけで新聞販売店の所長から携帯電話を持つようにと言われたのです。それから A は携帯電話を持つようになり、携帯の番号は所長にのみ教えていたといいます。しかししつこく職場の同僚に番号を聞かれた A は仕方なく教えることになります。そんな A が本件を起こすにはあるきっかけがありました。それは事件の前、 A の携帯電話にかかってきた無言電話でした。実は A には嫌っていた同僚がいたのですが、その同僚のことを努力しないやつと評価していたのです。そしてこの無言電話がその同僚からのものだと思い込み、努力しない人からの嫌がらせと考えたといいます。その後本件を起こすことになりました。1999年9月8日11時35分頃、 A は池袋のサンシャインシティ地下通路からエスカレーターで東急ハンズ正面入り口前に出た後、ウォーなどと大声で叫びました。そして A が持っていたバッグの中から包丁と金槌を取り出します。サンシャインシティのエスカレーターを登ってきた方や通行人に次々と牙を剥いていったのです。突然の出来事に現場はパニックとなってしまいます。ただその状況を見た周囲の人々が A を取り押さえ、現場に駆けつけた当局によってその場で捕まったのです。しかし残念なことに8名が巻き込まれ、そのうちの2名が犠牲になってしまいました。取り調べで動機については、真面目な人が苦しむ一方で遊んで楽をしていられる身分の人たちがいることに嫌気がさしたなどと供述したそうです。 A の弁護人は心神喪失などを主張しましたが、東京地裁は凶器を購入した際、店員から怪しまれないようにするため、必要ないものまで同時に購入するなど目的のために合理的な行動をとっていると指摘し、完全責任能力を認定しています。2002年1月18日には求刑通りに極刑が言い渡されました。その後 A と弁護人は上告していますが、棄却され、刑が確定しています。そして A の両親は未だに表に出ることはなく、謝罪も行っていません。どこかでひっそりと暮らしているか、世にまだいるのかも不明です。このような事件を起こす人物の心理状態として、できるだけ多くの人が行き交う場所を狙っており、自暴自棄になっていることが多いです。つまり人生に絶望し、自分の命などどうなっても良いと考えているため、私たちがもし遭遇してしまったら、まずかなう相手ではない可能性が高いと言えます。さらに凶器を持ち合わせていれば太刀打ちできないでしょう。ただいくら注意していても突然に発生してしまうため、そんな時私たちはどのように対策すればいいのでしょうか。急な出来事に対し体が動かないこともあると思いますが、絶対にもうダメだと諦めてはいけません。事前にできる防止策、よく通る道は逃れる場所を把握しておく、歩きスマホをしたり大音量でイヤホンを聞きながら歩かない、防犯ブザーや催涙スプレーを持っておく、事件に巻き込まれた時の対策、持っているものは捨てて逃げる、大声を出して周囲に知らせる、また逃げる時は背中を見せずに後ずさりするのがいいと言います。これは野生のクマに遭遇した時と同じで、相手は背中を向けて逃げるものを追いかけることが多いそうです。しかし平穏な生活を送る私にとっても、
実際にこのような事件に遭遇してしまったら適切な対策ができるかは分かりません。もう二度とこのような事件が起きないことを願うとともに、被害者のご冥福をお祈りいたします。2018年、鹿児島県日置市において一人の男がある事件を起こしました。素手で親族や近隣住民5人をという特異性から世間を驚かせたのです。今回はその一件についてまとめていきます。後に本件を起こすこととなる岩倉は、両親、妹と暮らし、おばあちゃんっ子で、祖母にも大切に育てられていたといいます。また成績も優秀な優等生で、生徒会の活動も頑張っていた人物でした。岩倉の性格はおとなしく、あまり人前に出て目立つようなタイプではなかったといいます。また正義感が強く、曲がったことが嫌いな子供でもありました。ただその一方で、切れると手がつけようがないほど変貌する一面もあったそうです。そして高校は進学校として知られる学校へ入学しますが、高校2年生の時に父親と母親が離婚し、その後は妹と共に母親に引き取られています。母親と妹と3人での暮らしがスタートし、実家の隣町でしばらくの間生活していたようです。そんな中、突如として岩倉から母親に対してある申し出があったといいます。それは高校を中退するというものでした。いきなりそのような申し出があったことに驚いた母親は、岩倉に真意を確かめます。しかしその理由が岩倉の口から語られることはなかったようです。このことを聞きつけた高校の同級生も、岩倉の高校中退を止めようと家に駆けつけていました。ただ友人の説得も無視し、自らの意思で高校を辞めています。友人が心配して家まで訪ねてくるほどだったので、学校での人間関係が全て悪かったわけではないように思えます。結局岩倉が高校を辞めたい理由は判明することはなく、そのまま中退してしまいます。その後、高校を中退してからは県内外で就職するも、長続きはせず、職を転々とした日々を送るようになっていきました。そして家に引きこもりがちになっていったといいます。そんな生活を送る中、岩倉は2001年に陸上自衛隊に入隊しています。所属は鹿児島県霧島市にある国部駐屯地第12普通科連隊でした。しかし入隊してからちょうど1年が経った頃、個人的な理由として辞めています。その後家で過ごすことが多くなっていきますが、この頃から岩倉の様子がおかしくなっていったのです。それは主に母親に対してのものでした。誰かに見られているといった発言や、俺の悪口を言っているだろうなどというようになったといいます。もちろん母親はそんなことを言うはずはなく、岩倉のこのような発言は幻覚や幻聴による妄想でした。そして岩倉の妹はすでに家庭を持ち、母や岩倉とは離れて暮らしていたため、母親は一人で岩倉の面倒を見つつ、このような言動と向き合っていたのです。しかし岩倉はそのうちに手を出すようになっていきます。息子によるそのような行動に一緒にいられないと耐えかねた母親は、家を出て県外にいる妹の家族のもとへ身を寄せることになったのです。そして家には一人となった岩倉ですが、少しの音でも敏感に反応するようになっていきます。また仕事をすることもなく、近所を毎日のようにプラプラしていたそうです。そのため近隣の住民からは、昼間からプラプラしていて怖いと苦情が寄せられるようになっていきました。この苦情に対してどうにかしないとと思っていた家族ですが、母親が身を寄せた妹のもとには小さな子供もおり、岩倉を呼ぶわけにはいきませんでした。そして本件が発生する約4年前の2014年頃から、父親が引き取る形になります。当初は父親と祖母と同居をしていましたが、家の金や貴金属などがなくなり、それが岩倉が起こしたものだと判明します。父親はこのことに怒り、実家から徒歩10分ほどの近所のアパートで一人暮らしをさせたのです。このアパートは祖母が経営していたものだったそうで、引っ越した岩倉は心機一転を図り、運送会社に勤めることになります。
ただこの仕事もすぐに辞めてしまいました。祖母は孫が頑張ろうとしている姿を目にしていましたが、仕事が続かないことを残念がっており、周囲にも岩倉のことを相談していたそうです。祖母は岩倉が病気だと証言しており、そのせいで自衛隊も辞めてしまったと話していました。このことからも岩倉が何らかの病を精神にきたしていたことを祖母も理解していたのだと汲み取ることができます。その後は自宅で過ごすことが多くなった岩倉ですが、2017年には近隣住民がある光景を目撃しています。それは木材などの棒状のものを手に持って素振りをするように振り回すという行為でした。これはたびたび目撃されているのですが、ブンブンと音がするほどの勢いだったそうです。また時には金属棒を2本両手に持って振り回すなど、その光景は異様だったといいます。さらに重い石を持ち上げるなどの機構もしていました。トレーニングの一環としてそのようなことをすることはあっても、近隣の住民からは怖いという印象しかなかったようです。そうした行為に不安を覚えた同じアパートに住む住民が当局に相談もしていました。住民から相談を受けて駆けつけた警官に対して、岩倉は修行のために降っていただけ、いつ誰がやってくるかわからないから備えていると答えたそうです。また住民は怖くてもこんにちはと声をかけるようにしていたそうですが、岩倉から返事が返ってくることは一度もなかったといいます。さらに岩倉の妄想も悪化をたどる一途で、しまいには祖母やおじが水道水に変なものを入れて歯がボロボロになったと確信するようになっていきました。そんな中、事件は発生してしまいます。2018年3月31日、その日アパートを出た岩倉は父親と祖母が住む実家に向かいました。実家に着いた岩倉はテレビを見ていたそうです。そして祖母が岩倉に対して小言を言います。その内容は仕事をしていないことなど、岩倉の現状に対してのものでした。孫のことを心配して投げかけた言葉でしたが、これに岩倉は激怒し手を挙げたといいます。それを見た父親は包丁を持ち出して、お前をやって自分自身もすぐに行くと言い出したそうです。このことからも父親は岩倉に対して相当な我慢をしてきたことがうかがえます。しかし岩倉は素手で父親と祖母の首を圧迫し手にかけてしまったのです。その後、実家から約400メートル離れた山林に二人を運びました。そして穴を掘って隠したのです。それから6日が経過した4月6日、父親が勤務していた職場から父親の兄に勤務先に出勤していないと連絡が来ました。父親の兄という立場ですから岩倉の叔父にあたります。連絡を受けた叔父はこの時仕事で県外にいたらしく、とりあえず叔父の妻に様子を見に行くように頼むことにしたそうです。そして叔父の妻がその姉と共に岩倉の実家に向かいました。しかし実家にいたのは岩倉一人だったのです。そして二人も岩倉の父親祖母と同様の方法で被害に遭ってしまいます。この時点で4人が岩倉によって手にかけられていました。その後、妻と連絡が取れなくなってしまったことを心配した叔父が近所に住む元同僚の男性に実家に様子を見に行くよう頼みました。叔父はそれとともに日置署にも連絡しており、元同僚の男性も実家に到着すると日置署に連絡しています。それに応対した署員は現場に派遣した警官が到着するまでその場に待機してくださいと指示を出しました。しかし悲劇は繰り返されてしまうのです。元同僚の男性から連絡を受けた20分後、署員が現場に到着すると変わり果てた3人の姿を発見しました。実はこの元同僚の男性は岩倉がアパートでブンブンと木材を振り回していることを当局に相談した人物だったのです。そのため岩倉はこの男性に対しても逆恨みしていたため手にかけてしまったといいます。しかし肝心の岩倉本人の姿は実家にありませんでした。すぐに捜査が開始され、約3時間後、実家から 1.5 キロ離れた道路を一人で歩いている岩倉を発見し、任意同行されます。
そして翌日には岩倉の供述により父親と祖母も発見されました。同年6月1日、岩倉の刑事責任能力を調べたところ、完全責任能力があると判断されます。父や祖母を手にかけた動機について、悪口を言われていたことなど、被害妄想であると指摘された岩倉は、デタラメを言っているんじゃないんだ、と叫んだと言います。また、2020年12月11日には、極刑が言い渡されています。この判決を聞いた岩倉は、その場にいた人間に飛びかかろうとしましたが、すぐに取り押さえられました。5分ほど騒いでいましたが、4人がかりで取り押さえられ、騒然としたまま閉廷したそうです。岩倉は閉廷後も、許されないぞ、などと叫んでいたといいます。親族4人と、心配して関わった男性1名が、犠牲になった本事件。岩倉に何らかの精神的な病気があったとしても、同じような事件を引き起こす可能性があるため、野放しにしないでほしいと思うのは私だけでしょうか。また、学生時代は優等生であり、高校を中退する際も友人が止めに入ったりと、生い立ち自体にはそこまで目立った悪い印象はなかったのです。弁護側は即日控訴しているため、岩倉の刑は最終的にどのようなものになるのかはまだ確定していません。今後の行方にも注目していきたいと思います。被害者のご冥福をお祈りし、再発防止を願うばかりです。